厳しい環境でね働いてたんですけど、誰にもなんか負けたくないですし、2022年11月10日、ホストクラブがひしめき合うこの街歌舞伎町で、異色のホストクラブが伝説を残そうとしていた。池袋で年間店舗売上10億7000万を叩き出した池原エンターテインメントが送る伝説級のホストクラブ、アーバンリリアン。チーム対抗看板争奪戦を開催していた。4組のチームによる熾烈な売り上げバトル。4時間半という時間の中で売り上げを競い合う。そして勝ったチームの売り上げ上位2名のみが看板に乗ることができるという過酷なバトルだ。今回はチーム対抗看板争奪戦の優勝候補2チームを紹介。一応チームリーダーなんで、頑張んないといけないんですけど、チームはランさんですかね。ランさんメンツを見る限り一番強そうなんで、どっちかというとなんかこうみんなで楽しもうみたいな気分にしか考えてなかったんで、まあそのついでに、まあ、看板もらえるんだったらラッキーかなぐらいの感じでした。僕のチームは割と問題児とか多かったりするんですけど期待には応えてくれるような、みんな成績はいい方だと思います。多分今日一番だと思います。みんな強いんで、パワー&パワー、あらーす、ふぅ、鳴り響く無数の回線音、宴の始まりじゃー。いいっしょー、はい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 、はい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 、あーやっぱうちのチームが一番楽しいな。よいしょー、ノリノリ、シャンパンコールが鳴り響く。チームとあとそれ以外にも負けたいやつ適当に飲んで、適当に飲んでくださいよ。チームの雰囲気、あ、でもめちゃめちゃいいですね、食事とかも行くんですけど、仲はめちゃいいです。続け、いつも頑張って偉いなって思ったんで、協力したいと思ってやってみました。これからもよろしくお願いします。よいしょ、ありがとうございます。姫様、ありがとうございます。まあ、出会ったのが2ヶ月前もうフィリコ2本も入れてくれて本当にありがとうございます。自分結構ホストとしての特技なんですけど、飾りボトルの声が聞けるんですよ。ちょうどね、その会社のフィリコが遊びしが来たんで、そう、頭の中僕いっぱいでさせるんで、はい、本当に今日もありがとうございます。よいしょ、イケイケなシャンパンコールでボルテージマックス、ワンツーワンツーイヤホイ、よっしゃせよせー、はい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 、王子と姫が、王子と姫がグイ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 と、今日チーム対抗戦なんですけど、勝ちました。多分勝ててほしいっていう自分の願いなんですけど、多分いい勝負してると思うんですけど、本当にありがとうございます。よいしょ、ここでドラマティック、やばすぎるマジで。アーバンリリアンの代表取締役佐賀ヒカルさんが素敵なシャンパン音でお祝いする。ジクシ、あるから。
いやー嬉しいです。熱い。なんだ。でアバネリアンに入店させていただいて1年で、はい、ルパンできるようになるまでここまで成長させていただいたのは姫様のおかげが一番であって、全部その伝えたいことを簡潔にまとめるとしたら、お酒飲むって楽しいでしょ。よいしょ。アーバンリリアン一同でお祝いする。シャッ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 。ハッツルパンおめでとうございます。ありがとうございます。やっぱここに来るまでにいろんな思いがあったり、多分結構近くで見てると思うんですけど、すごい来る時期だと思うんで、それを一番間近で支えてあげてください。僕もミクトと一緒にホスト頑張るんで、姫ちゃんも一緒に頑張ってくれると嬉しいです。このルパンやっぱりお前らが最強。よいしょ。今日在籍してるキャストもほぼほぼもう、まあ、来るメンバーで出勤してた中で、この大きいコールできるっていうキャスト、まあ俺含めて多分もうね、もうほぼほぼできてないと思うし、姫様がやってくれたのがね一番だけど、熱量を伝えたもう本当ミキトがもう本当にすごいのかなって思うし、これからもよろしくお願いします。楽しい。よいしょ。1年前は本当に、もう厳しい環境でね働いてたんですけど、アバライレンジさんという方の存在を僕がツイッターで見つけて、僕から DM させていただいて、レンジさんのバーに飲みに行っていいですかっていう風に連絡させていただいて、アバライレンジさんってどういう人なんだろうっていう、まあ一ファンとして興味がてらお酒を飲ませていただいたつもりなんですけども、アバライレンジさんっていう人の話が僕の中で何かそのきっかけになって、姫様が横で笑ってるのもみんなに、姫様が多分言ってくれる、みんなから好かれる人って言ってくれるのも全部その、まあ、レンジさんのおかげであったり、アーバンリリアに入店してから物事がすごく全てうまくいったんで、本当にレンジさんには一番感謝してます。今日チーム対抗完売争奪戦っていうことで、役職ついてない人間が完売になったらかっこいいなと思って。いいじゃん。おー確かに、その僕そういう勝負事とかが好きなんで、誰よりも熱いなと思ってるんですけど、誰よりもなんか負けたくないですし、まあこれからもね2年3年と思うこいつ僕のそばにいてほしいです。2年3年いるのは絶対今横にいる姫様だと思ってるんで、まあこれからも楽しい思い出ねいっぱい残していきましょう。次回いよいよチーム対抗看板争奪戦の結果発表。300本オーバー。そして毎月言っちゃったよ、毎月新規指名の人が120本ぐらい。やばい。すげーけどお前が言うのか怪しいな。まあアーバーギーにはもう有名なお店なんですけども、アバラレンジがいるんで、SNS 研修もう僕がちゃんとしっかり教えて、もうみんな有名なプレイヤーにするんで、またこの動画を見てこの店に入ってくれた方には1ヶ月間ケンシがご飯保存する。これガチで1ヶ月間2ヶ月も保存するんで2ヶ月か。俺もです。1ヶ月が料費無料に。で、アステンの経営は全部無料に。一番すごいじゃないですか。待ってまーす。